あちらの方が、岡場駅の方ですね。で、まっすぐ歩くと、で今向かっているのは船坂峠の方なんですけども、まず高速道路、車走っていません。これは行政のしたことであり、であとはまあこの田んぼとかのこう近くに貯水池があるみたいで、まあ晴れの日でもこれぐらいまあ水が流れていると。まあ傾斜もあるので、こういうようなところは水車でいいんじゃないかなと思います。まあ、ギア比つけてあげたらなかなかバカにできない電力を発揮しそうな気しますね。1世帯ぐらいなんとかなるんじゃないですか。まあ、あちら太陽光パネルですね。ちょっとまあ今日もまただいぶ歩くことになると思いますけど、しかも登山型で、まあちょっと頑張ってみようかなと思います。先ほどの高速道路があちらなんですけども、まあこの辺りも、まあ枯れてる竹とか、倒木がたくさんあります。あちらの方に民家が、そこそこあるんですけども、あとまあそこの橋のところからこちらの方に来るまでに、左手の方に、新しい、住宅とか結構あるんですけども、これだけ枯れてる竹がありますから、任意でご自分で、蒲田発電で売電してもらうご家庭の方、たくさん出てきていただけたらなと思います。で今船坂峠に来ているのは、船坂峠に河川がありまして、そちらの河川が向こう側に合流します。でまあその途中に、どういったものを、ダムを、設置するか、それをちょっと、撮影して、確定したいと思います。もう水のせせらぎがこう聞こえてきてると思うんですけども、多分まあ河川の横を今歩いてるんだと思います。まあけど枯れてる竹の量がすごいでしょう、本当に。これこの近辺のちょっと向こうのところ数キロ先まで合わせたら、もう軽く万を超えるでしょうね。何十万とあるんじゃないですか。この両サイドとかも含めてですけども、倒木と枯れてる竹で、木も一本一本見ていった時に、ああこの木もうダメだなと、いずれ倒れてくるなっていうのが、まあ、特に道路の両サイドにそのうち出てきますんで、まあ、そういったものを、早め早めに、まあ、まずは枯れてる竹とか倒木からですね、蒲田発電に使用するのは。でそれからまあそういった木を、伐採していくと、まあ、こういうことになります。まあ、こういうのは丈夫そうですけど、こういうのとか、まあ、あちらの見ますかね、竹と竹の間の木、葉っぱがついてない状態のところ、ああいうふうに、まあ元は枝なんだと思いますけども、その近くの木の、まあああいうふうなものとかを、カットしたりだとか、まあそういうことですね。この河川がどうなってるのかな、ちょっと見えないんでね、どこに流れてるのかな、まあ、もうちょっと先まで行ってみたいと思います。先ほどから少し歩いたところですけども、まあ、民家というのがまあこういった形ですね。まあ一軒一軒一軒家の方たちで、まあそういうようなかまど発電始めていただいたらいいんじゃないかなと思います。でまあ基本的に車を使わずに持って運ぶということが、基本になってきますんで、まあ、例えば山の奥の方にある集合住宅というよりも、なんとなくホテルっぽく見えるんですけども、まああいったところとかも、周りがね、周り山に囲まれてるんで、蒲田発電とかも考えてもらってもいいと思いますよ。特に冬場なんか仕事なかなかないと思います。特にホテル業、観光地のところなんかは。わかりました、わかりました。先ほど竹やぶの横から、水のせせらぎが聞こえていましたけども、ここですね、この船坂川が金銭寺湖に、水が流れ込んできていると、まあ、そういうところですね。今僕が行こうとしているのはこちらの方ですね。こちらの方の船坂小前という、まあ、交差点のところから、まあ、こちらの道をこう下っていくと、まあ、何回かこの道は通ったことあるんですけども、まあ、生瀬、西宮市の、生瀬
というところに、まあ、近くまで行きます。まあ、ここの河川が、向こう側の、以前撮影していた、まあ、清瀬台や青葉台や花の峰や、まあ、直瀬駅の近くの、場所です。まあ、そこまで、行ってみたいと思います。そのあたりまで。本日は、2024年5月30日なんですけども、まあ、1日半ぐらい前に結構まとまった雨が降ってたんですけども、まあまあ、あの山の中とかは貯水槽になっていて、まあ、その後、まあ、水がそこそこ流れてくるんですが、まあ、こういったところも、河川水門解析ダム発電作れそうですね。金銭寺湖までの、間のところでですね、結構流れてますね。あとは両サイドの岸壁工事とか、まあ多分もともと岩だから、あとは右手の方を、まあ、どうにかしたりだとか、まあ、そういった形ですね。まあ、あちら田んぼがあるので、ああいう風にあの地点からこう水が、流れ出てるっていうのが、まあ、確認できますよね。まあ、ああいう風な形で結構こう田んぼが周りにあるところは、両サイドから水がたくさん、合流してきます。まあ、あの2つの河川が先ほど合流してましたけども、片一方は、もう片一方はこちらの方ですね。まあ、向こうの方まで行けば、まあ、あちらの方の山間部から流れてきてる河川ということですね。まあ、そこそこの水があるんで、まあ、下はしっかりと岩盤層なんで、コンクリート化は必要なさそうですね。クレーンが動いているのを発見しました。建築業界の人たち、まあ、金銭寺湖はあちらの下の方の位置にありますから、ポンプで水を汲み上げているっていうことを理解してますでしょうか。エネルギーの残存量問題の方が上なんで、高いところで建物を建てちゃダメですよ。本当に電気で汲み上げてるから。一応言っときますね。私が若い頃、1998年ぐらいの頃、国連のデータで、技術的採掘可能な石油の埋蔵量は69年分、2011年で59年分、最新の2022年のデータで残り54年分、先だけまでずっと掘っていくことを想定して数字出してます。だいぶ前からロシアは地下1万5000メートルまで到達しています。まあ、アメリカも何メートルまで到達しているのか。本当にもう人類後がないっていうことを分かった上で、仕事してください。人口はずっと、縮小しています。私が生まれてくる1977年よりも前から、人口少子化に向かってますんでね。もう生まれてきてる人の数、男性も女性も半分ぐらいになってます。で、1億2000万人という人口は、朝鮮半島と、要するに北朝鮮と韓国、それと台湾と満州国を合併していた時の人口で、今の日本の国境内に4000万人いるかどうかです。高校野球出場校エントリーして、予選からエントリーしてきている高校約3700校ぐらい、人口が仮に4000万人だったとして、まあ、少子化も含めてなんですけども、まあ、ほとんどの人は100歳まで生きません。90歳以上生きる人はまずなかなかいないです。で、そういった中で、高校生1年生から3年生までの数を、まあ、一つの層を単純計算で、まあ、40万人と考えてたとして、120万人、まあ、実際はもう100万人いるかどうかわからないなっていうところが、まあ、僕の、見解なんですけども、もう現状そうなんですよ。家作ったって売れません。受注生産、その人にちゃんと教えてあげてください。水源地よりも、浄水場よりも低い位置に建物を作らなきゃなんないって、できてなかったら社会に出た一人前じゃない、半人前、一体何歳になったら一人前になるんですかっていう話ですよ。もうこれぐらいの言い方で言った方がいい。身勝手に適当に仕事しておいて一人前になってる連中が多すぎますから。まあ、ちょっと通り道なんですけども、まあ、そこは、有馬温泉駅です。で、まあ、橋があるんですけども、以前撮影したところです。まあ、雨が降った、まあ、翌日とか、これぐらい水が流れてるんですよ。結構発電しそうでしょう。あ
ちらが、有馬温泉駅の、行きの、ロープウェイ、有馬温泉駅のロープウェイですね。です、で、この辺りもね、倒木の数がすごいですね、あちらの方。大きいのが。あれがそうですね、あの辺りとか。かなり あると思いますよ、この、周り。全然人が手入れはしませんから。あの辺りもそうですね。直径、2、30センチはありそうな倒木ですね。もうゴロゴロ落ちてますね。この辺りもそうですし。まあ、こういうふうに下の方見てもらったら分かる通り、口で行ってますからね、もったいないので、早く、蒲田発電とかで、使わなかったらね、本当にもったいないですよ。多分これ前撮影した時、ここ1年以内の時にですね、多分まだ伐採してなかったと思うんですよ。で、海外から木材輸入してまして、今まあ円安なんで、やっと自分の国から、木材を入手しようと、し始めたと。まあこういうことだと思います。これは通報ですね。もうこの車多分長年放置されてますね。タイヤのところ見てもらったら分かる通り、もう空気抜けて完全に下に、ついてるんですよ。オイルがほぼ。間に、タイヤがあるもあるんですけども。空気が完全に抜けてます。でも、こういうふうに、カビに見えそう。まあ、カビか苔ですね。ボンネットのところとかも完全にそうなんで、ちょっとナンバー押さえときますね。車種クラウンで、神戸3132…3ですね。場所はね、こういうとこですね。有馬温泉の向こうはロープウェイの乗り場だったんですけども、有馬温泉駅の。で、この、パーキングエリアですね。周りの風景はこういうところですので、太鼓の湯さんが目印にしたら分かりやすいかと思います。確か向こうからも道上がってきて、ここの道に繋がってきたと思うんですけどね。先ほどの有馬温泉の駅前のところの、河川の、左手の方の上流ですね。2日ほど前の、まとまった雨で、晴れの日、2日目でも、これぐらいの水が流れてくると、こういうことですね。あちらの看板ですかね、西宮市に今も入ったところなんですけども、ちょっと面白いものがありましたので、こういうような形で、土砂崩れもし発生したらっていうことを考えたときに、こういうふうなもので、防いでおくと、形状を見たときに、こういうような作り方とかももちろんあるんですけども、これ基本的に薄っぺらいでしょう。基本的に薄いんですよ。で、土がこう、角度的にほぼ直角に近いですから、土がこう落ちてこないように、ちょっと外の大雨で簡単に土が落ちてこないように、周りをコーティングしているような状態で、その上から金属製のネットを張ってる、一般的なものがあちらですけども、その前の石を、小さな石をある程度まとめて、金網の中に詰め込んでおくっていう、ああいうふうなものも、一つの手ですね。コンクリートを砕いたりしなくて済むので、エネルギー効率はあちらの方がいいかもしれないですね。場所によりますよ、そら、土砂がどれぐらい土砂崩れが起きそうなところか。斜面次第ですね。見たらもうわかりますよ、どちらがいいか。何かちょっとね、昔と、変わった風景が、あちらが河川なんですけども、昔多分、こういうような、奥のダムの形状、こういう風に水が流れてきてるんですけども、どうなんでしょうね、下が、山の中だからある程度は岩盤地帯なんでしょうけども、砂防ダムなのか、貯水用のダムなのか、ちょっとよくわからないですね。水が流れてきてますね。
上の方も何か、もう一段上にも、まあ何かありますね、あの辺り。何か作っていそうな気がするんですけども。ちょっとまあ私の視力では、まあ何か同じようなものが作られてるようには見受けられますね。まあなんか正直山がだいぶ削られてるような気もするんですけども。まあけどもともともう少し先はこういう風な風景なんですよ。先ほどのところを撮影した地点があっちなんですけども、こちらこういう風なところもありますね。ここにまあ小さな水車、ギア比付き。で、上に電線が走ってるので、そこにあの連結させたらいいと思います。まあなんとなくですけども、安定して水が流れてきていそうな気はしますね。水路、しっかり作ってるんで。まあどれぐらいの距離の水路があるのか、まあちょっとまあ見てみましょう。まあちょっとあの電源はオフにしますね。ああいう風なところからあの水が流れ込んできてるんですね。こういうことですね。まあ下から、まあだからこの辺り多分土なんでしょうね。下から水が出てきてるということは、だから向こうの方も多分下をコンクリート化したら、まあ、そこそこ役に立つ発電できるかもしれないですね。まあ、この側溝自体は結構上の方までずっと続いていそうですね。まあ、ここに流れ込んできている水が先ほどの、 あの最終的な地点になっていたと。先ほどの側溝の最終地点がここですね。高さ的にも次下りなんで。まあ、距離、まあ、200メートルぐらいですかね。200、300メートルぐらい。まあ、それぐらいだと思います。あ、今ちょっと建物の陰に入ったんですけども、先ほど鷹が飛んでましたね。あれですね。あっちが。まあ、猛禽類が飛んでましたね。ゆうゆうゆうと。ちょっと歩いてる道が久しぶりなんで、場所の現在地とかが把握がちょっと今こちらの方で、しっかりとできてなくてですね、まあ信号が見えてるのでもっと先かなというところですね。まだあの辺りでまだ船坂ぐらいなんですかね。ちょっと待ってくださいね。蛇行してる道があってですよね。まあ、もうちょっと進んでみますね。あ、橋があって、先ほどの河川がありましたよね。だから、もう少し上の方で、第1段階目の、ダムを作ると。まあ、だから、まあ、高さ2、30メートルぐらいのダムですね。ちょっと待ってくださいね。この道で合ってるはずなんですけどね。グランシャトー、グランシャトーさんという看板がありまして、まあこちらの河川もね、さっきの河川がどこ行ったのかな。この河川とこの先で合流してるんでしょうね、きっと。まあこちらの河川も落差あるところ、これ段々になってるんで、まあこの辺は水車でしょうね。であとはまあ河川の底をまあコンクリート化したいのはしたいんですよね。だからまあ土砂、排出して、まああちらももうその奥もその先も段々になってるんで、まあこの辺りはもう水車でしょうね。まあ水車として作りやすい形状っていうので作ってもらって、ちょっと待ってくださいね。一回どっかで、橋の方に道によってちょっと、確認しますね、現在地。あ、ちょっと待ってください。看板があった。道路標識見たら、まず、あ、宝塚に抜けていく道だから間違いないですね。とあと、あちらは金属回収地点ですね。ボロボロに錆びた、まああとあちらの廃屋だとか、まあこの道では合ってるも合ってるみたいですね。ちょっと待ってくださいね。
右が西宮市街で左が三田で、まっすぐは宝塚だから50、あ、今は船坂橋ですね。あ、バス停があってよかったです。あと交差点も、船坂と、書かれてるんで、あとはちょっと地図確認しますね。多分先ほどの河川がこれだと思いますね。今さっき映した画面が、あの段々になって水車って言ってたところですね。で、ここからですね、まあ、多分今いるのはこの辺りだと思いますね。だから、左行ったら西宮、左行ったら三田で、東が、西宮市街地というような形で、まっすぐ行ったら宝塚だから、まっすぐで、間違いなさそうです。進んでみます。ちょっと雲行きがね、怪しくなってきたんですけども、まあ、あの太陽光パネルがあるんで、まあ、晴れの方がいいですね。まあ、カホ様がギリシャの方に行かれてますけども、まあまあ、あの、連日晴れみたいなんですけども、まあ、向こうの時間軸だったら、向こうは夜だと思いますんで、この雲をね、イギリスの方に、イギリスじゃない、ギリシャの方に、転送できたらなと思います。大阪の交差点にセブンイレブンさんがあったんですが、ここでも、蒲田発電とかね、してもらったらいいんじゃないかなと思います。ちょっと風景的にね、あっちの左だったんじゃないかなと思います。まっすぐ本当にこちらかなというのが今ちょっと以前、通ってた道と比べると、船坂保育園どこでしたっけね。まあ、もうちょっとね、下り坂になってるんで、引き返すとき上り坂なんで、ちょっとまあそれ気にすると、この道じゃなかったと思いますね。あの辺りか。いや、ちょっと待ってください。よく考えますね。あの辺りが多分、西宮ラジオの辺りだと思うんですよ。多分ですよ。ということはこちらかな。ちょっともうちょっとまっすぐ行ってみますね。まあ、こういうふうな廃屋とか、先もっとひどい、家の壁が剥がれてるようなところとかも見かけましたね。さっきのセブンイレブンさんのすぐ近くですね。先ほどそちらの道をこう下っていくところだったんですけども、船坂東口という、阪急バスの乗り場。まあ、こちらの河川が、まあ、向こう側に合流する河川の上流の方になってくるんですけども、まあ、ああいったところは、水車という形ですね。この辺は、両サイド岸壁工事が、できてますんで、まあ、比較的、作りやすいんじゃないかなと思います。ただ、これは河川の底を多分中途半端にしてるだけで、コンクリートか、間しないような気がするんですよね。その先も。で、もう少しもっと先のところで、ダム化すると。まあそういうような形ですね。まあ見ていただいたらわかる通り、ずっと、下っています。まあ先ほども、結構車が通って、まあまず人が歩くようなところじゃないんですけど、まあこの辺りの、両サイド、両サイドというか、まあ片面ですね、倒木が、すごくたくさんあると。まあ先ほど船坂小学校とか、あの辺りの民家の人たちで、まあ蒲田発電したい人たちとかに、まあ使用していただいたらいいんじゃないかなと思います。家庭からの売電ということで。まあ使用するときは、まあ冬場。まあまあ長く使っても4月、まあ中旬ぐらい。まあ山間部なんで、まあ11月上旬ぐらいから、まあ、場合によっては、使用されていただいたらいいんじゃないかなと。暖房を自分たちが温ま暖房込みで、発電するような、形ですね。これはだいぶ下ってきてるなっていうのがわかるかと思うんですけども、まあまあ、あの辺りで、まあ、もう15メートルぐらいは、先ほどの、上の山頂の部分、まあ、道路として見ての、まあ、下ってきてるとは思うんですけども、まあ、ああいうふうにね、枯れてる
木とか、もうこういうのもね、ものすごい数あって、もう全然困ることないですよ。皆さんがこの辺とか、ある程度、木を、倒木とか買って、まあ、階段とかね、道つけ始めたら、もっと奥の方まで簡単に拾いに行けますんでね。まあ、こういうふうなところからも何かこう水が流れてきているみたいですね。山の水が。で、昔はね、あちらの右手の斜面のところに、アメリカの歴代の大統領が、アメリカのどこの州だったか忘れたんですけども、歴代の大統領4人の顔が、山に掘られていましたけども、ああいうふうなものがね、こっから見えてたんですよ。それが今どうなってるのかちょっとわからないんですけども、宝塚唐戸線って書いてますね、この道。ちょっとそういうのも撮影したいなと思ったんですけども、もしなくなっていたら多分、あれこれ、言われて、なくなったんでしょうね。まあ、けどなんかこう、だいぶ木が昔と比べて生えてきてるような気がしますね。もう、ああいうふうな両サイドを、だいぶね、削ってこう、岩肌が見えてる状態で、この辺りもね、こんなに霧で、確かこう、まあ、シューバー株式会社の仕事でタンクローリーでこの道通りながら、まあ、何回か通ったことあるんですけども、その時、あちらの方に、その山の斜面にそういう顔が掘られているのを見て、もうかなり大きいですね。それ見て、こんなところにこんなものがあったのかと。だから、その頃、阪神・淡路大震災から5年後ぐらいでしたから、これいつ掘ったのかなと。まあ、多分バブルの頃だったんじゃないですかね。1980年代の。で、その下の道とかが確かあったはずなんですよ。降りていって歩ける。まあ、向こうの方からも、生瀬のあたりから歩いていける道が確かあったと思うんですよ。もうちょっと道進んでみますね。だからまあこれぐらいのところに、そのダムを作るか、もう少し先にするのか。です。まあ、あんまり下下ると、まあ、高さがあんまり出ないから、貯水量、まあ、前に行けば行くほど、その、まあ、あくまでも、その、道路の高さに最大限合わせてあげなかったら、水、溜めすぎたときに、道路が水浸しっていうわけにもいかないんで、ここから急な坂っぽいんで、危ない。まあまあ、あの辺りか、この辺り、カーブ17。まあ、この辺りなんじゃないですかね。まあ、もうちょっと先まで撮影してみますね。顔の、岩石、掘ってるところ、あたりだったとか、こうね、こう蛇行してる急カーブがこの先に確かあったと思うんですよ。そのあたりの方が、まあ高さは出ないけども、貯水量はたくさん貯水できるとか、まあいろいろね、考えていて、その当時、2000年ぐらいの頃なんですけども、2001年か2002年、まあそれぐらいの頃ですね、2001年の頃だったと思うんですけど、まあもうちょっと先まで行ってみます。今、カーブナンバー16番まで来ています。かなり下ってきてますね。で、この先、右手に曲がるところぐらいが、まあ、もう限界地点なんじゃないかと。まあ、下りすぎというところで、まあ、そこのカーブだと思うんですけども。だからまあ、そのあたりぐらいだと思うんですけどね、ちょっとね、川底がどれぐらいか見てみなかったら、その、まあ、石段みたいな大きさのものを設置したら、まあいいんじゃないかと。で、川幅なんですよね、川幅。まあここ谷底ですけども、川幅、横幅がたくさん取れた方が、貯水量はたくさん貯水できるんで、まあカーブナンバーあちらですね、15番。この辺りが、まあ、限界地点ですかね。ちょっとまあ、合流してくるような、
川がここにもあるんで、まあ、その水も利用して貯水したいところですんで、あ、これはまあ水車ですね、こちらは。だからまあ、水が真ん中に集まるようにね、上の方のところを、両サイド、向こうの上もそうなんですけど、こう、V の字にして、真ん中の方に水を集めれば、それだけ、水車つくに水を当てやすいんで、まあ、その次の段のところもそうですね。まあ、とりあえず今のところは、ナンバー15番あたり、カーブナンバー、というところですね。ちょっと向こうの方が全然見えないのはね、残念なところなんですけども。もうちょっと先まで行きます。そこそこ高さありますね。30メートルぐらいありそうですね。まあ、ただまあ、道路が浸かってしまったらダメなんで、やっぱりまあ、先ほどの向こうの、15番あたりが目安になってきそうですね。あちらの放流してくる水とかも利用したいところは利用したかったんですけども、まあしかし道路を水浸しにするわけにはいかないですからね。あ、これもうちょっと見通しが良かったら、向こうがどうなってるのか。河川が向こうからこう先ほどの河川と合流してるはずなんですよね。ちょっと待ってください。けど高さかなり結構ありますね、これ。まあ、高さにあんまりこだわらないで、ちょっとね、動画一番最後の方で、結論出したいと思いますんで、一応カーブナンバーまた撮影しておきますね。今のところ次、カーブナンバー14番です。これまあ歩く時とか、車の音聞こえたら向こうから見えやすいような位置に歩くっていう、まあそういうふうなことを心がけて、まあ歩かれたらどうかなと思います。まあ私一人で日本全国は、全て撮影することはできませんので、ある程度手分けして、もうちょっと先まで行きます。カーブナンバー13番。まあこちらはまあ小さな、まあ水の流れですね。まあ小さな水量です。まあといっても結構やっぱり深いですね。結構あれ向こうの方だとやっぱり高低差50メートルぐらいありそうですね。ちょっともうちょっと先まで行ってみますね。時刻12時56分なんですけどね、晴れてきたでしょ。先ほど僕が何て、言ってたか覚えてますね。もう晴れでしょ。地球の、まあ、裏側に近いところのギリシャ、あちらは、まあ、夜なのね、そちらに雲を送って、で、こちらは晴れで、太陽光パネルでと。まあまあ、もう今の時間帯だったら、もう晴れ方法でいいと思いますね。あんまり気温上がりすぎても、まあ、エアコン使われたらどうかなっていう部分があったんですけども、まあ、まあ、雲を送ってあげるという形でいいですね。もう今日はもうこのまま夜まで、その方向で、夕方ぐらいまでは続行ですね。宝塚唐戸線カーブ。